アウクスブルク・ネルトリンゲン線は、バイエルン州アウクスブルクとネルトリンゲンを結ぶ、鉄道路線である。特にドナウベルト・ネルトリンゲン区間は、リース鉄道の一部であり、この名称は、ネルトリンガー・リース盆地から由来する。この路線は、バイエルン王国が建設した、ルートビヒ南北鉄道により形成された。ドナウベルト方向から見えるネルトリンゲン駅。 ハルブルク鉄道橋ドナウベルトの旧トンネル列車は、アウクスブルク駅からアウクスブルクウルム線の共通区間に走行して、ベルトアフハ川とアウクスブルクのロカル線の上を横切る。オーバーハウゼン駅では、ウルム方面の線路が分岐する。列車はアウトバーン8号の下を横切って、ゲルストホーフケン駅へ向かう。メルティンゲン駅には、ベルティンゲンからの支線が分岐した。列車は、 レヒレヒ川と平行に走行して、ドナウ川とツーザム川とドナウ川の鉄道橋を渡る。ドナウベルト駅では、トロイヒトリンゲン方面の鉄道が分岐して、この路線は、西北の方向に続く。ドナウベルトニルトリンゲン区間は、電車線施設及び、単線線路で構成されている。ドナウベルトから、ハルブルクまでこの路線は、北の方向に分岐するドナウベルトトロイヒトリンゲン。 線と異なり、ボエルニッツ側と平行に伸びる。ボルニッツ側に鉄道橋がハルブルクまでいくつか設置されている。列車はハルブルク駅から終点であるネルトリンゲン駅までリーズ盆地を直線で貫通する。そのゆえにドナウベルトネルトリンゲン区間はリース線の一部として知られている。ドナウベルト駅は1877年まで旧市街の東側に位置した。 ルートビ避難木鉄道は、ドナウベルトトンネルを通じて西へ曲線で曲がった。列車は、その後、ボエルニッツ川を渡って、現在の線路に侵入した。フィルス国線及びアウクスブルクウルム線が通行不可となった場合、この路線は、シュトットガルトとミュンヘン区間の長距離交通の迂回経路として活用される。そのゆえ、 1971年と1972年に、ネルトリンゲン・ドナウベルト区間に、電力供給施設が設備された。1835年ドイツで、最初の鉄道路線が開通された後で、アウクスブルクの商人たちは、アウクスブルク・ニュルンベル区間の鉄道を、ドナウボエルト、トロイヒトリンゲンの経由で建設、運営するために株式会社を設立した。しかし、ルートビヒ一世は、 数年後国有鉄道による鉄道建設を宣言した。株式会社の役人はドナウボイル島トロイヒトリンゲンの区間にあるフランケンアルプのため鉄道建設、運営の不可能さという現実を考慮せねばならなかった。それで株式会社は1841年解散された。バイエルン政府は ルートビヒ南北鉄道の経路をネルトリンガーリースへ迂回させ、フランケンアルプの問題を避けた。バイエルン王国議会は1843年8月25日南北鉄道建設を議決した。1844年11月20日、アウクスブルク・オーバーハウゼン駅級ノルトハイム駅の 36.3km 区間が最初に開業され、1849年5月15日に、 ドナウベルト・ネルトリンゲン・オエティンゲン区間が開通された。1863年、シュトットガルト・ネルトリンゲン線が開通され、この路線は、シュトットガルト方面の輸送も担当することとなった。1877年にインゴルスタと、ノイオフフィンゲン区間のドナウザニ鉄道の建設過程で、ドナウベルト区間の線路が大規模に移設された。旧線路は、 旧市街の右側にトンネルと共に残されている。1906年はトロイ・ヒトリンゲン方面の線路が1835年頃の計画通りフランケン・アルプを貫通して開通された。その時以来ドナウベルト・ネルトリンゲン区間はシュトットガルト方面だけの輸送を引き受けている。1933年にアウクスブルク・ニュルンベルク区間に電化工事が開始され、 1935年5月10日まで完了した。1971年と1972年に、ネルトリンゲン・ドナウベルト区間で、電力供給施設の設備工事が実行された。1973年ドイツ連邦交通計画で、ビュルツブルグ・ニュルンベルク・アウクスブルク区間の改修工事が企画された。アウクスブルク・オーバーハウゼンド・ドナウボエルト区間には1981年に、 走行速度時速 200km は可能となった。この改修区間はドイツでこの速度に到達した最初の区間であり、ドイツ鉄道や施設鉄道会社の新技術試験区間として活用されている。1977年には遠方信号機及び主信号機の併設された統合システムがこの区間で試験的に設置された。 1984年10月17日1 2 0系、電気機関車は3両の客車を牽引し、ドナウボエルトとアウクスブルク区間で時速 265km の世界記録を達成した。1993年には同じ区間でアイス列車の試運転は行われて、速度は時速 333km の新記録に到達した。1993年、 新型統合信号システムの導入で既存の信号機は多すぎとなったものの個々の信号機は今でも作動している。2003年2月から2003年7月までエベルメルゲンとドナウベルトの間の洪水堤防で大きな滑りが発生し、ネルトリンゲン、ドナウベルト区間の列車運行が完全に停止された。この状況は線路を閉じる案件の検討を促した。 ドナウベルト・ネルトリンゲン区間の鉄道営業が再開された以来、この区間は完全に独立的に運営されている。2011年ネルトリンゲン駅に LED 式発車表が設置され、地下道が再建された。さらに、ボエルニッツ・シュタイン駅とモエティンゲン駅には新しい避難所が建設された。モエティンゲン駅及びホッピンゲンとエバー・メルゲン駅に2012年に LED 式発射表が装備された。地域輸送の場合、アウクスブルクドナウベルト区間は、アウクスブルク運輸連合の運賃システムにより管理、されている。主要な貨物顧客は、ハールブルクのマーカーセメント工場である。バッサー・アルフィンエンにある、シュバーベン製鉄所には、貨物列車が出入りしている。ありがとうございます。